間に合わない。間に合わないです。時刻は21時を余裕で回っております。今日はお休みだったんで、朝から洗濯物を回したり、ちょっと掃除機かけてみたり、昼寝してみたり、ご飯作ってみたり、昼寝してみたり、ご飯食べてみたり、ぼーっとしてたら21時を回っております。5回目です。8月もいよいよ終わろうとしておりますが、学生の皆さんは夏休みが終わってしまいますね。私はこの夏らしいことといえば、家族で行った旅行くらいしかしてないなぁと思ってたんですけど、昨日8月27日は大阪の淀川花火の日だったんで、花火見てきました。会場には行かず、その辺でうまいこと見れたらいいかなと歩いてたんですけど、気づいたら淀川の夜店とかある会場まで行ってて、ベビーカステラも食べれて夏っぽいことできました。淀川の花火大会はコロナ禍になって3年ぶりだったんですかね、確か今年が。私は4年前に多分大阪、兵庫県から大阪に引っ越してきて、で4年前に初めて淀川の花火を見て、で3年ぶりの淀川花火でした。大阪の人だったら PL 花火とかが有名だと思うんですけど、皆さんどうですかね。ここの花火大会は行っといた方がいいみたいなありますかね。今まで見て一番綺麗だなと思ったのは、京都の宮津市っていうところの花火大会で、こう海と空に花火映る、上がるみたいなやつで、なんか縦にビャッと上がるのだけじゃなくて、なんか横から花火みたいな、縦じゃなくて横みたいな花火もあって、宮津の花火は綺麗でした。皆さん夏らしいことはできてますでしょうか。まだできてない人は手持ち花火でも買って花火しましょう。今日は最近ジョギング動画だったりラジオだったりでいろんな質問とか話題提供でお話しさせていただいてまして、答えていく中でチャンネル名の由来も話してくださいっていうのをいただきました。なんで今日はチャンネル名の由来についてお話しさせていただきます。しかしながらこの話は過去にしたことがあります。したことがあるんですけど、やっぱりね、もう最初から
全部見返してくださっているなんて、そんなおこがましい期待はしてはいけません。しかもちょっとしか喋ってなかったんで、この YouTube を今一人で、編集とかも含め一人でやってるんですけど、4年前ぐらいに全く別の YouTube チャンネルをしてたことがあって、それは自分が出演者で、もう顔も普通に出してて、最初はなんか料理作って家でご飯食べて、それを映しながらなんか喋るとかで、花屋の仕事、お花の仕事してたんで、お花の今日はこの花ですみたいなのを喋りながらなんかいろいろ喋るとか、あとはお外に出まして、なんかイルミネーション、クリスマスのドイツクリスマスマーケットでしたっけ、大阪のあんなんを行って、でもう一人カメラマン兼編集者の方がいたんで、その方と一緒に撮りに行ったりしてました。なんかたこ焼き食べに行ったり、初詣行ったり、知り合いのお店の忘年会行ったりとかを1年ぐらいしてて、でそれが終わって、もう動画も全部YouTube 上に上がってないですし、で4年ぶり、3、4年ぶりに一人で YouTube することにして、 YouTube をもう一回やってみたっていう、あんまりひねりのない由来です。今となってはこうめちゃくちゃ気に入ってるわけでもないんですけど、まあ5ヶ月ぐらいやってみて、字面にも慣れてきて、動画の最後とかにもチャンネル名言ったりしてるんで、もう全然慣れてきて、ただ最近気づいたんですけど、ちょっと似たチャンネル名の方がこの地球上におられまして、何やったか忘れたんですけど、もう一回やってみたって入れたら、多分似たような、なんかゲームチャンネルみたいな、ゲーム、なんかクレーンゲームとかやったかな、やってる方が上がってきました。そんな感じのチャンネル名由来でした。ご質問いただきありがとうございました。今週の月曜日から新しい仕事が始まって1週間経ちました。基本は在宅なんですけど、今は研修期間中なので、まあ何週間か出社するんですけど、まあいろいろ訳あって、本格的にちゃんと働くのがなんと10ヶ月ぶりぐらいなんですよ、実は。すごいでしょう。なんかこの10ヶ月もニート生活をしてた自分の自堕落な生活のこととかも、またいつか話せたらいいなとか思ってるんですけど、とりあえず今は、今やっと働けたという、もう冗談抜きで
生きる喜びみたいなのをもう毎日感じております。もともと働くことが好きで、働くことというか仕事が好きみたいな、どっちが正しいんでしょう。なんか働かんでいいなら働きたくないんですけど、でも仕事は好きみたいな。だから今毎日こう人と会ったり会話をしたり、お客さんと話したりっていうのがなんかすごい新鮮で、働けるようになってよかったなって思ってるんです。しかし働くことが久しぶりすぎたのか、シュレッダーと空気洗浄機間違えてしまって、ずっと空気洗浄機に書類入れて、なんか入らんなって思ってたら、それシュレッダー違うの、ごめんね、それ空気洗浄機なのって言われて、あ、すいません、これシュレッダーちゃいますねとかいうわけのわからんボケをしてしまって、あ、ずっと家にいるって怖いなって思いました。さ、次回配信は9月4日日曜日です。なんとなく涼しい日も増えてきましたが、まだまだ暑さに気をつけて皆様お過ごしください。今日も聞いてくださってありがとうございました。早寝れますように。おやすみなさーい。